やるようになったものだ、あのひよっこどもが。コズミックブラスター、ゴール！日本代表が同点に追いついた。どうやら俺たちは日本のことを甘く見すぎていたみたいだな。もっとサッカーを楽しんでこの試合勝つぞ。オリオンのやり方で戦え？せっかく楽しいサッカーができていたのに。仕方がない、日本を潰そう。日本対ブラジル、前半1対1。リードするブラジルに日本追いつきました。強豪ブラジルに負けない熱いプレーを見せてくれましたね。まだここからだ、絶対いける。油断するな、アスト君。やつらが全員オリオンであることに変わりはない。分かってるさ、けどあいつらにはオリオンの光を感じるんだ。分かっているな。当たり前だろ。さあ日本を潰せ。ビシッといくぜ。と稲森転倒だ。何？アスト君、ホイッスルはなりません。足がもつれたんでしょうかね。アスト君。大丈夫？空の下。さあブラジルチームが攻め上がっていく。稲森が立ち上がりました。ラフプレーには見えませんでしたね。アスト君、あいつに何をされたの？何もされてない。え？いきなり体に力が入らなくなったんだ。あら！パスが荒い。気をつけろ小僧丸。どうしたんでしょう、急にみんなが倒されてる。さっきまでフェアプレーだったのに。よっしゃ、絶対なんか汚い手を使ってるでごっしゃ。親分、全然わかりませんね、何をされてるのか。いや、わかるだろう。え？どう考えても超能力しかねえ。一瞬期待しちゃった。逃げる。ブラジルパスを回して日本ゴールに迫ります。なんなんだ。みんな気をつけるんだ。奴らの手を見極めるまでは
なるべく接近しない方がいい。アスト君、ルシアン、何突っ込んでんだ。決めたんだ。何をしてきたって、正々堂々思いっきり戦うって、オリオンを闇から救い出すって。ブラジルゴール前へ。止めるぞ水上や西影。させねえよアルテール。あ、ヘミスリング。ゴール！ブラジル、すかさず1点を返して2対1。再び日本を引き離しました。ブラジルの勢いは衰えていませんね。やっとわかったよ。彼らが何をしているのか。くそー。何なんだあの超能力。そうか、どうしたんですか。あのブラジル選手の動き、あれは遠い昔に葬り去られたと言われている禁断の技、経血殺法だ。え、経血殺法。なんだそりゃ、超能力じゃねえのかよ。人体には300以上の経血、いわゆる壺がある。その中にはついてはいけない禁断の壺があると言われているんだ。そこを高い精度で突くと、経絡を通じて全身から力が奪われ、動くことができなくなる。ブラジルでは昔、格闘技で相手の動きを封じるのに使われた。だがあまりに卑劣だったことで永久に禁止されたんだ。あいつらそんな技使えんのかよ。ふちょやりますね。監督も使い手なんでごしゅ。おはははは、私のはもっとマイルドなやつです。どこかだよ。禁断の経血殺法か。使い手に近づかないようにしないと。誰が使えるかなんて分かるわけねえだろうが。ヒロト、やろう。ナイスだヒロト。いつどこから狙われるか予想のしようがないな。だとしたって関係ない。無茶しすぎだよ。大丈夫さ。どこまでまっすぐに戦うんだ稲森アスト。アルトゥール、俺ら本当にこんなことしてていいのか。何を言ってる。これはベルナルドさんの指示だ。そうだよ、やるに決まってんだろうが。ミゲル、お前まさかおじけづいたんじゃないだろうな。そんなんじゃねえよ。ベルナルドさんの言うことに間違いなんてないんだ。あの頃からそうじゃないか。ベルナルドさんと出会った頃の俺たちは、ふるさとの小さな村にある繊維工場で一生懸命働いていた。そうだよ、そうだよ。
飯だ飯だ。あの頃の俺たちは働くことが全てだった。俺たちはあの村のあの生活に閉じ込められてたんだ。でもそんなある日、休み時間だろ。ずっとここにいるのか。うん、空を見るのが好きなんだ。どうだ、サッカーをやってみないか。アルトゥール、何してんだ？ん？その人は？知らないけど、サッカーやらないかって。え？サッカー？ふん、俺たちがかよ。どうだ？興味ないか？俺たちは時間いっぱい働いて、お金を稼がないといけないんだ。そうしないと、父ちゃん、母ちゃん、みんながご飯を食べられなくなる。そうだ、そうだ！遊んでいる暇なんてないんだ。そうか、ずっとここにいるんだな。そうだよ。当たり前じゃん。どこに行くんだよ。いいか、みんなよく聞くんだ。お金を稼ぐことは確かに大切だ。しかし、みんなが笑って過ごせなければ意味がないんだ。笑って過ごす？何言ってんだお前、アホか。お前たちはそれで幸せなのか？お金のためだけにヘトヘトになるまで働いて、明日が来ることに何の希望も持っていない。お前たちは本当にそれでいいのか？お金を稼ぎながらだってサッカーはやれる。お前たちはお前たち自身で幸せを見つけるんだ。さあ。俺たちは仕事の後、1時間だけサッカーをすることにした。サッカーか、俺初めてやるよ。はしゃいでんじゃねえよ。お前たちはお前たち自身で幸せを見つけるんだ。あんなことを言ってくれる人はベルナルドさんが初めてだったんだ。悪くないぞ。きっとすぐに上手くなる。え、本当？ああ。すっげー。みんなすぐにできるようになるさ。俺が何でも教えてやる。それが始まりだった。ナイスシュートだったぞ。ん？なかなか筋がいい。くっそ、やり返してやる。ミガル！どうしたの？いや、見てると思い出すんだ。お前たちと同じくらいの弟のことをね。俺たちの毎日は変わった。
ゴールの向こう側を狙うんだ。見える景色が変わった。俺たちはあの小さな空の下から抜け出していたんだ。俺たちはベルナルドさんに教えてもらった。幸せを、欲しいものを一生懸命追いかければ想像もつかない世界に踏み出せるってこと。だからこそ今ここにいるんだ。そうだろ？それはそうだけど。どんなことがあっても俺はベルナルドさんのことを信じる。この戦い方の意味だっていつかわかるはずだ。ごちゃごちゃ言わねえでやりゃいいんだよ。その通りだよ。でも あの頃のサッカーはこんなに苦しくなかったぜ。迷いがあるのでしょうか、この戦い方に。さあ来やがれ。やるしかないんだよ。やめろ。何をするんだ。仲間割れか。ここで前半終了。日本対ブラジル1対2で折り返します。やはり強豪ブラジル優勢か。いえ、どちらが勝ってもおかしくない展開ですよ。てめえ何を血迷ってやがる。俺はこんなサッカーやるしかないっつってんだろ。俺は嫌だ。調子が悪いな。よし、まずはサスケからかな。みんな並んで。向こうが経血殺法ならこっちは経血ヒーリングだ。はい。そんなのできんのか。いや、好き満々でご主。アルトゥール、何をしに来た。ベルナルドさん、俺たちのやり方で正々堂々戦わせてもらえませんか。お前絶対に勝ちます。だからお前たちの仕事は確実に日本に勝つことだ。手段などどうでもいい。でもアルトゥール、言うことを聞くんだ。なんと身の程知らずな。アルトゥール、お前まさかベルナルドさんのところに行ってきたのか。どうだった、あんなプレーはもうやめて先生。続行だ。やるしかないんだ。どんな手を使ってでも勝つ。これでよし。おありがとうございます。対策を考えないと迂闊に近づけないぞ。一度食らうとしばらく動けなくなるしな。食らわなきゃいいんだろ。とにかくみんな、俺たちは俺たちのサッカーをやるだけだ。だろ。そうは言ってもな。もう方法は一つだ。何なんです。俺たちもやらないか。反則プレイ。水神谷君。俺は本気だ。容赦はしない。
ブラジルチームをなんとか目覚めさせるんだ。みんなが知っているサッカーはそんなんじゃないだろう。次回、稲妻イレブンオリオンの刻印、あのサッカーをやろう。稲妻イレブン今日の格言。欲しいものを一生懸命追いかければ想像もつかない世界に踏み出せる。以上